文樹院は、愛媛県松山市に所在する、真言集第五派の寺院。詳しくは、大っぽさん文樹院徳とくもり寺と合する。本尊は、地蔵菩薩、文樹菩薩。四国八十八箇所霊場番外札所、四国別閣二十霊場第九番札所、伊予巡尺二十一霊場第十五番札所、伊予七福神の毘車門天。本尊真言、恩閣加カビさん。 前磯は火本尊真言、小荒覇者のうご栄華、我人を救わんための先立つに導きたまう。江門のサブロ伝承によれば、西山光流寺を改装した、空鉢商人が八九坊のある山中に寺を発祥し、徳森寺と呼ばれていたが、平安時代初期の天朝元年に、空海が文殊菩薩に導かれてこの地に登竜し文殊院と、改めたと言われている。当地の合能であった。 エモンのサブローが、巡釈中の総空海に無礼をしたが、ため、八人の子供が、次々と死んでしまったため改心し、空海に懺悔をし、詫びるため八か年、二十一回の四国巡拝をして、やっと出会い、空海に、来世は、よよ来ないをしたいと願い命絶え、空海により、いよの国史に生まれ変わったという逸話のある、寺である。当時は、その後、 江門の三郎の屋敷跡である現在地に移転されたと言われている。なお、江門の三郎が空海の跡を追って四国を巡った旅が四国遍路の始まりとされている。日渡り。ありがとうございます。